細気管支援は、ウイルス感染により肺の小さな軌道が閉塞される疾患である。一般的に2歳未満の子供にのみ発症する。症状には、発熱、咳、鼻水、全鳴、呼吸障害などが挙げられる。より重度の症状には、尾翼呼吸、うめき声、肋骨と暴れ骨の間の皮膚が呼吸により引き込まれる、などである。患者が適切に食事が取れない場合、 脱水症状の兆候が見られることがある。細器官支援は通常、呼吸器合法対ウイルス、またはヒトライノウイルスの感染によるもである。診断は一般的に症状に基づく。胸部 X 線検査やウイルス検査などの検査を定型的にする必要はない。特定の治療法はない。一般的には自宅での対象療法で十分である。場合によっては、 酸素吸入、食事のサポート、静脈内輸液のために入院が必要なことがある。ネブライザーによる高ハリ食塩水による治療は、臨床結果から暫定的に指示される。抗生物質、抗ウイルス薬、気管資拡張薬、フングエピネフリンは、臨床結果から治療効果は、不明確、または、指示されない。2歳未満の子供の約10%から30%が、 細期間支援に罹患する。細期間支援は冬の北半球で一般的に見られる疾患である。細期間支援は米国での1歳未満入院の主な原因である。入院した患者の死亡リスクは約1%である。細期間支援の発生が最初に説明されたのは1940年代である。ありがとうございます。